駅になる函館本線の伊能駅です。たまたま今日はダイヤの関係で10分だけ折り返しをすればここに降り立てるということが分かったので降り立ってみました。今日が、3月の11日なので、3月12日、つまり明日ここの駅は廃駅になるわけですね。はい、何人かそういったあの鉄道オタクの方々がいらっしゃいます。今こちらの、真ん中に映っているのが伊能駅の駅舎ですね。はい、で今日であとバスが終われば予約ごめんになって撤去されてしまうであろう伊能駅の駅の看板ですね。はい、雪が深いです。この辺は本当にこの足元も本来のホームのプラス30センチぐらいは寝雪して、なんか埋もれてる感じがしますね。鉄オタの方4人ぐらい、なんか先ほどアナウンスが入って少し普通列車の到着が遅れますって言ってましたので、ちょっと遅れるんですか ね、はい、ね、皆さんあそこから構えてますけど、なんかあるんでしょうか。こちらが札幌行きのホームで、ちょっと本来は深川から札幌駅行きに乗る予定でしたけど、まあ、往復したんでここから乗ります。あそこの炭小屋みたいなところから薪を燃やしているのがすごいいい匂いがしますね、うん、あそこ何なんでしょうね。鉄オタ、鉄オタ、鉄オタ、鉄オタ。こちらの中の映像に関してはまた別の動画に撮ったので、まあ、そちらを見るということで、いやー iPhone でも結構綺麗に撮れますからね。あー木のいい匂いや、薪が燃えてる、焚き火の匂い。ご利用いただきありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。